とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もですね、ゼルダ無双やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はこれ行きましょうね。王立古代研究所へ、です。推奨レベル3なので、大したことないですね。行くよはい、では行きましょうか。お、モリブリンガー。いるね。あ、おっと、あれだね、意外と隙のないやつだ。ある程度距離を置いていった方がいいのかな。いや、そうでもないな。ラッシュ狙っていっていいのか。よし、全然当たんねえな全然当たんねえな。よし、スマッシュー。多分ね、まだね、攻撃がね、増えるんだよね、リンクが。まだ1段階しか増やしてないんで、もうちょっと伸びると思うんだよね。多分体験版ではもう、これ以上はいかないかな。ちょっとやりたいわ、本当に。最大火力になった時のリンクをちょっと使ってみたい。お、マグネキャッチができるようになった。あー、なるほど、すげえ、そういうことね。分かった分かった、オッケーオッケー。おった、いいのがあった。ビタロックが使えるじゃん。ちょっと待って、ボスみたいなのに、あ、使えない、ボスみたいなのいないね。あ、ちょっと待って、あ、これ飛ぶ方向が指定できる、すげえ。そうなんだ、そこの一塊が、あの、おうおうおお、爆発した。アイスウィズローブ発見。ちょっと待って、こいつにはさ、これ効くんじゃない？どう？お、お、いい感じ、いい感じ。いい感じです。はい。炎には網、氷には炎だね。逆もしかり。だね。いや、この属性を見ていくと面白いな。いい感じだわ。こっちか。ちょっと場所間違えた。インパが先に行ってる？あ、行ってるね。待てー。よし。おい。ほう。いやー、これ、ライネルとか戦ってみたい。あー、ライネルとか。お、おお、なんだ、あ、金属の武器に対してマグネね。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。あ、ちょっと待って、あ、取った。なるほど、こういうことができるわけか。なるほど、奥が深いかもしれないぞ、いつもの無双よりも。よし、いけ。ゼルダは絶対死ぬ。あ、そうか、ゼルダ戦うのか、これ。お、これはもしや、発見、発見でーす。ちょっと体験版あれ全部探したいな。おっと、ガーディアンだ、ガーディアン。ちょっと待って、え、これはこうか。いや、違う、攻撃どういう風にすればいいんだ。あ、避けよ、ダメなんだ。あ、 B をしながらこれでダッシュできるのね。はいはい、任意ダッシュできるんだ、知らなかった。よし、ガーディアンとは戦っちゃダメね。はいはい、まあまあそうだろうね。まだ戦う感じじゃないんだ。おお、ここは、あ、ここまで、はい、はい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 、ああ、なるほどなるほど、はいはい、守りつつ来いってことね。はい、早く来て。ああ、ガーディアン、あれは勝てねえわ。うん、入れ入れ。
どうするどうするのどうするの。今の俺たちじゃ勝てないのか。行くよ姫、行くよ。え、起動せよ。あ、この上のとこ、上のとこにあるなんか ガーディアンを起動しなきゃいかんのか。おいおいおい、ちょっと待て、兵士たちじゃ無理やろ。兵士たちじゃちょっと無理やぞ。ちょっと待って、俺が先にガーディアンを起動させに行かないと。兵士たちやられちゃう。この先か。いや結構遠いかも、遠いかも遠いかも。急げ。よし、うーい、急いでる時にお前たちが出るんかい。多分まだ粘ってくれるだろうから大丈夫。しゃあ、あ、これは金属じゃないか。リザルの武器は金属はブーメランぐらいかな。はい、他は、あ、いたいた。はい、どんどん倒していこう。リーダー出る？あ、リーダーなし、ここ。いや、そんなはずはないやろ。リーダーおらんのか。オッケー。はい。おらんよ？この上か、上か、はい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 、こっちね。下ばっかり戦ってた。通れないんかい、ここ。通れないのかい、通れないのかい、ここは。あ、こっち通れた。もうリーダーやりに行こう、リーダー。おお、なんかちょっと色の違うリザルフォースがいますね。はい、オッケー、次。違う、こっちじゃないな。こっちの上側だ。ちょっと急がないとやばいか。うん、ミズローブがいるね。このガーディアン、違う、このガーディアンじゃない。あ、ちょうどいい。いいよ。危ねえ。待って、爆弾ね。よし、はい、スマッシュ。よし、ガーディアン目の前、急げ。おっ、ちょっと待って、エレキロッドだよ。エレキロッド発見。おお、いいね。危ねえ、これはいいぞ、エレキロッドいいぞ。面白い。イエイ。爆弾も。よし。あ、ここはなんか、うん、覚えたやつをどんどん使っていこう。あ、全然ダメやんけ。くらえ。あんまりダメージにならないのかい。ダメージにはならなかった。よし、はい、スマッシュ。ガーディアンどこ、どこにいんの、ガーディアン。この先、この先かな。旅人の剣っていうのを手に入れた。
あ、いた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 、あった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 、ガーディアン発見。これを起動するわけね。起動しました。もう一体だ、もう一体。あいつ硬えな。次は上側か。 OK です、行きましょう。おお、飛行型のガーディアンもいる。そこに飛行型も落ちてる。え、おお、いや、パラ、ああ、そうそうそう、パラセール開かないと今のは死ぬよ。なんだこれ。お、いや、お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 、ゼルダ操作できるようになった。マジか、ゼルダが操作できるようになりましたね。ちょっと今度使ってみよう。え、剣で攻撃するの、ゼルダは。なんだろう。よし、ちょっと待って、この上の、うん、表示を消したかった。行くぞ。この辺、こっちをぐるっと回ったところ、この上だな。ここか。よし、なんかあんまりいないんだけど。あ、いた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 、こっち側いっぱいいた。あ、ガーディアンを守ってるわけね、これ。ガーディアンを守ってるわけだ。よしよし、まあサクッとガーディアン倒しちゃおうよ。出た、あ、ビタロック、はいはい、ナイスです。いいよ。お、なるほどね、ビタロック使えるね。どこっすか、どこだ。え、いないよ。あ、いたいたいた、上だ上だ、上の方ですね。これじゃない。お、違う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 、全然違うわ。下で、どこいるの。え、ガーディアンいない。こっちか、ここだ。あった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 。これで終わりっすか。あー、なるほどね。いや、まだ終わりじゃないぞ。ガリア倒さなきゃいけない。うん、攻撃準備ができました。ガーディアンを誘導する。まあ、まだ戦えないから誘導だけしろってことか。 OK、 行こう。どういう感じなんだろう。まあ連れてくればいいんでしょ、こっち側に。はい、着いたよ。あ、まだ全然下にいるんだ。まだ全然下。あ、いたいたいた。おお、隊長もう HP ギリやんけ。やっぱやばいやばいやばい。はい、ガーディアンおいで。自分で誘導していかなきゃいけないわけね、これ。超逃げろ超逃げろ。あぶねえ。来い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 。もう隊長 HP ギリギリだった。まあ場所さえ分かればなんとかなるか。よし、これでいいの。よし、ダメージ当たる。あ、直接戦っていいんだ。よし、行くよ。ちょっと待って、おー、効くやろ。おー、いいね、雷だ。ナイスです。
はい、ということで今日はストーリーを一つ進めてみましたところ、なんとゼルダが使えるようになりましたね。まあ次回ちょっと使ってみようか。何タイプなんだろう、スピードかな、テクニックかな。まあまあちょっとやってみたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。